皆さん、こんばんは。えー、最初にですね、セミナーをし,、えー、しようと思います。先週から予言のセミナーをしてるんですね。その第2章の、えっ、ー、と、な,なでしたっけ、今日は。指示予言における神の働きに関してやりたいと思います。お祈りします。 あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これから予言に関して学びますが、生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン私たちはですね、映像祭って言って、音楽ビデオとかドキュメンタリーとかドラマとかの映像を作って、そのコンテストを 白馬キャンプというところでやってるんですね。そのキャンプの1位が決まりました。それはあの、サンデーに住んでいるエイシュルンちゃんっていう子がいるんですが、そのこの癒しと、それから非常に賛美のたものが与えられて、えー、その賛美の働きのこのビデオだったんですね。それを見ながらね、死、まあ、を崇めたんですけれども、 それはな,な,なぜあがめたのかっていうとそこに予言の働きが非常に強く関わっているからですでサンリエ語で集会を年に何回かやっていたわけですけれどもそこの集会に出た時後者は私だったんですねそしてですね私が話している時にシュンちゃんは自閉症だったのでそして多動症だったので人とところにじっとしておられないんですね 私が話してる間、椅子とか机の上で走り回ったり、後ろに行って黒板書いちゃったりなんかして、えー、そういうような感じだったんですね。そして時々ですね、エジュンちゃんがパーって外に行っちゃうんですね。そうするとね、アメリカは子供を人にさせないから、みんな追っかけていくんですね。その結果でですね、私のメッセージを聞いてる人が一人もいないっていうような形になっちゃってですね。でその時にちょっと思ったんですね。 この3年後の仲会に行く意味があるのだろうかと。こういうふうに思ったんですね。そしてね、その時に仲会が終わった後にお祈りをしたんですね。そうした時に予言を通して2つの言葉が来ました。エイシュルンちゃんの病気が癒されます。まああの自閉症は治らない病気ですけども、それが神様によって癒されるという予言と、もう一つはですね、この子の賜物は 歌です。賛美です。歌わせなさいと。歌わせることによって解放は進みます。こういうことだったんですね。で、その二つの言葉が来て、そしてですね、どうなったのかっていうとですね、まあ、あの、お母さんは、エチュヌちゃんが歌ったことを聞いたことはありませんでしたし、私も聞いたことないんですね。わーですから。それから、 お母さんもお父さんもですね、歌があまり上手くなっなかったので、歌って言われた時にですね、信じられなかったそうですね。それでしばらく従わないでいたんですが、あ,ある時従わないといけないっていうふうに思ってですね、そして始めたらね、解放が始まっちゃったんです。それとともにもっと驚いたことは、三味に抜群のたまものがあったんですね。でそれ以降ですね、 三味大会で優勝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 そして我々はですね三味をオーディション番組の司会をやっておられる2つやってるおられる方に見てもらってるんですがその方がこの子の卵は普通ではないとこうおっしゃってましたそして私もですねこれは日本を代表するゴスペル歌手になる卵であるなということ 感じておりますでその時に富士の病である自閉症が治りそして賜物が大きく現れてきたのは予言の働きです。予言は強力力な祝福の力を持っています、えー、教会の働きを変えたりあるいは私たちの人生を大きく変化させるそういう力を持っているということをね覚えておいてください。 そしてこの予言の働きの中で神様はですねまいろんなことを語られるわけです教えたり悔や改ために導いたり予告をしたりそうすることをするわけですねしかしその中で一つ目立った働きはですね指示を与えるっていう分野ですでこれはですね他の予言の分野とはちょっと違うんですねその指示を与えるっていうのは 私たちとか神様に、えー、と教会の計画を表すという働きと大きく関わるという分野です。それとともにこの指示を与えるという分野というのはちょっと危険な面を伴うんですね。それはな,なぜ危険な面があるのかというとですね予言が語れる時にそれが正しければいいけれども正しくな,なければ問題となってしまうわけですね。 でその時に必要な対応っていうのが必要なのです。予言を取り扱うために、この大きな問題が起こってきた問題は、あこの聖書的に用いなかったということが一つポイントなんですが、その聖書的に用いなかった二つのポイントっていうのがあるんですね。一つは予言の働きっていうのは、教会のものであると。と教会のものとして、教会の管理のものとの中に使う必要があると。ともう一つはですね、 予言の賜物は吟味をしななければないこれが本当に神から来たかどうかということを確認することが非常に大きな意味合いを持っているということですですが多くの方々はですねこの教会の管理と吟味ということで失敗する方が多いんですねですがこのポイントをしっかりと押さえているならば予言の働きは本来の働きをね大きく表す素晴らしい働きとなってくる。 こういうことになりますそして神様はですね聖書を通してとか精霊が直接語るとかあるいは摂理を通してとか人を通して語られますが予言を通しても語られるんですね。で神様が語られる重要なポイントの一つであるということをね覚えておいてください。まだ海外選挙がどこにも行ってない時にですね 私は予告を受けたんですね。予言を受けたんですね。あなたはフィリピンに行きますから用意をしなさい。とで私はフィリピンにお守りもなかったし、知り合いの方々もいらっしゃらなかったので、聞いて、え、フィリピンと思ったんですね。そのまま忘れました。そしたら数ヶ月経ってまた来たんですね。あなたはフィリピンに行きますから用意をしなさい。とでちょっと祈ってまた忘れたんですね。 それが数度繰り返された後一1年ぐらい経って、非常に筆跡の,あの、怒るよう、怒られるような予言があったんですね。あなたは必ずフィリピンに行きますから、用意をしなさいと言われたんですね。それで、悔やためて、そしてフィリピンに行くための準備を始めたんですね。そしたら、それから1、2週間ぐらい経った時にですね、フィリピンの教会から、全然知らない教会からですね、オーハがあったんです。 宣教チームを送ってほしいと。びっくりいたしました。予言で働いていたことが、まさにそのまま成就してきたからですね。それで我々はですね、まあ、これは主の御心であろうということをですね、確認して、そして向こうに行くことになったんですね、具体的にですね。そしてフィリピンに来ました。そしてダボっていうところに行ったんですが、 その空港を降りたんですね。だから迎えに来ている人たちがいるんですが、非常に派手なんですね。まあ、あの450人の方々がいらっしゃって、花束を持って。そしてこうやって。な,な,なんて言うんですかね？あれね、歓迎のね。ブラカードを持ったのは持ってみ見てたんですね。なんか有名な人たちでも来るのかなと思ったんですね。ところがね。それを見て。 びっくりしちゃったんですね。パウロアキモトと国軍人ワースプーチームって書いてあるんですね。で、我々はね、一度出てったんですが、それを見た瞬間に逃げ出しました。そして隠れたんですね。どうしようかと。でも出ざるを得ないので、ちょっと考えてですね、みんなで出たら、この花輪とかなんか持った人が寄ってきてですね、みんなに花輪をかけてくれたりなんかしたんですね。実は大歓迎だったんですね。そしてその大歓迎の中を我々は自動車で、 市内に移動していっ,、ね、った時に牧師がですね上をこう指すんですねそうするとね道路の上にね垂れ幕がこう貼ってあるんですねそれを指さすんですねでその指さす方向を見て私はびっくりしちゃいました我々の名前が書いてある「パウロ・アキモト国分寺八嶋市」。 そしてね、最初はね、うわ、すごいなと思ったんですが、次に真っ青になっちゃったんですね。それどうして真っ青になったのかっていうとですね、こう書いてあったからです。サルベーションね、救い。これはわかるんですね。次にね、奇跡と癒しの集会って書いてあった。で、我々はですね、カリスマではありましたけども、で奇跡とか癒しが起こるってことは知ってましたけども、やったことがない。自分を通してそんなことは、 現れたこともないと。とそういう状況だっ,ただったんですね。ですから私たちはですね、真っ青になっちゃいました。そしてね、宿舎に帰ってから話し合いをすることにしたんですね。そして宿舎に入った後みんなつ暗かったんですね。だって、サルベーションと、それから奇跡と癒しの集会って書いてあってですね、奇跡と癒しに関しては全くやったこともなかったわ。 みんなに意見を聞いたと,ところですね、謝っちゃいっていう方もいらっしゃいました。で体制が謝る方向に行ったんですね。でもね、主に聞いてみましたらね、そのままやりなさいと言われたんですね。それでですね、そのままやることにしたんですね。そしてですね、そのままやったときに、何が起こったのかって言いますとですね、奇跡とか技が起こっちゃったんです。 今までにないことが起こりました。一般の新聞社が来ていてですね、そしてそれをね、記事に載せたことのことからが起こったんですね。成功を、あの集会はね、大成功になったんですね。そしてそれがまずポイントとなって、私たちのフィリピン選挙が始まって、私たちのグループに、グループの教会がフィリピンにいくつもできて、また個人が設立されて、 でいろんな働きが一気に開くということが長く起こってきましたでこの時にですね何がポイントだったかっていうとね予言の言葉フィリピンにおける神様の指示これが大きなポイントですで神様は語られますけれども指示の分野もこの予言の働きが入ってるんですねただ指示の分野に関しては注意しないといけないんですね 十分に吟味をしないといけないと。それともう一つはですね、聞く側がね、主に聞き従うという、そういう信仰的な対応性をとっていないと、神の言葉が来た時にですね、聞いた方は混乱するだけなんですね。ですから私たちが聞き従うという、こういう対応をとっているということは非常に大きな意味合いがあります。予言を通して、主は指示をなさいますから、その具体的な表れを見るということはね、多く起こってきます。 えっと、指示示を通ししててたたくささんのことが示されてきましたある時ですね言われたんですね日本の北の方に仙台っていう100万人都市があるんですが仙台に教会を作りなさいって言われたんですねでその時にね困っちゃったんですなぜ困ったのかっていうと仙台に知り合いはいないですね教会作れって言われてもやりようがないと。 そしてですねまた来たんですね仙台に教会を作りなさいとで壊っちゃったんですねで私は祈りましたどうしたらいいんでしょうかとそしたらちょうどその時に私たちのミッションに仙台から電話がかかってきたんですねで電話の内容は何かっていうとですねなんか仙台に在住の人でグループを持っている方がですね仙台に我々の教会ができるか進学校が 始まるように祈ってたって言うんですね。示されて電話をしてきたと、一生あがめました。それで我々は言葉を受けてちょうど祈ってる時にその答えが来たんですね。で、神様の導きであることを確信して、私たちは仙台に教会をスタートしました。今仙台にその教会の働きは続いております。そしたらですね、主が言われたんですね。 京都に教会を作りなさいでその時にですね困っちゃったんですねその京都っていうのは西の方の土地なんですが大阪とか兵庫とかには私たちの教会があったんですが京都には教会がなかったんですでどうしたものかなと思って祈っておりましたそし祈っていた時にですねちょうど大阪で集会があったんですねその大阪の集会に行ったんですね そしたらね、教科のところの人たちが来てたです。そして、集会の途中で牧師がですね、一緒に祈ってくださいって言われたので、その教徒の方々が来られて一緒に祈るっていうことになったんですね。それ最初に言われました。教徒に教会を作ってくださいと。で、そのために祈ってるグループの人たちだったんですね。で、私たちはち示されていて、そしてですね、こういうことがあった時に、これは導きであるというふうに感じました。 京都の教会を作ってくださいって言われたのはそれ一回だけですねで。京都の教会をスタートしたんですねで。京都の教会の時にはですね、そのリーダーの方々は自分の家の3階に教会ができるように教会を作っておりました。でそれが完成して1週間ぐらい経った時に教会はスタートしたんです。この時に主の言葉、 主は語られるっていうことをどうぞ覚えてくださ予言はですね教会のものとしてしっかりとした教会の管理が必要ですしそして教会においてですね吟味をすすることが必要ですしかしはっきりと神の御言葉と導きと分かるならばそれに従う時に神の技が起こっていると神の働きとですね大きな関係がありまた私たちの人生とか 私たちの教会の働きと大きく関わるということをね、覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。天の様、あなたのみを感謝します。イエス様、お名前によってお祈りを立ちます。アメン